そういう人のことを申し訳ないけど見下してしまうんですよ。いや野球選手の SNS 問題発言大炎上、ノーリスペクトなアホチンボ、申し訳ないけど見下しちゃう。まあいいと思います。横浜守護神安明さん、球団公式ツイッターに公式煽るなブチ切れて、 SNS 大炎上。まあいいと思います。アホチン発言安明さん、翌日試合で投げました、だけど打たれた満塁弾、野球の試合も大炎上。まあいいと思います。